福岡市中央区にある鳥飼八幡宮。江戸時代に福岡藩の初代藩主黒田長政公がこの地に遷座したとされています。今年3月に御神体などを仮の住まいに移した後、老朽化した本殿や拝殿を解体しました。これまでも部分的な修理は行ってきましたが、遷宮によって総建て替えを行うのは205年ぶりとなります。拝殿にはおよそ8メートルの石が使われ、壁はかやぶきになる計画です。巨石やかやぶきを取り入れた新しい神殿のコンセプトは原点回帰。工事費用はおよそ3億円で、今年12月の完成を目指しています。鳥川様も知っていただいて、そして共感していただいたら、ご寄付の方よろしくお願いをいたします。今回の建て替えは地元の経済界なども支援するほか、工事費用についてはクラウドファンディングで寄付を募ることが決まりました。目標金額は1000万円で、返礼品には本殿で使われていた木を活用したお守りや積み木などが準備されています。